が、キンサイズロボットのデモンストレーションを行います。キンサイズのロボットは、1チームしかエントリーがありませんでしたので試合ができませんということで、デモンストレーションとなります。なお、これからはですね CIT プレインズティーンの、チームリーダーから、マイクをお渡ししますのでいろいろ説明をしてくれるかと思います。なおこのチーム、今度6月末に行われます世界大会にもエントリーしておりますということでですね、まあ、世界大会に向けた抱負なども話してくれるかと思います。はい、それでは時間となりましたので CIT グレンズティーンの皆さんよろしくお願いします。はい、千葉工業大学 CIT ブレインズティーン、一応チームリーダーを務めさせていただきます伊藤と申します。残念ながら今大会ジャパンオープンでは参加チームが私たち CIT ブレインズティーンしか参加しなかったため、試合ではなく試合形式のデモンストレーションと行って、このロボットを紹介していきたいと思います。ヒューマノイドリーグ、ティーンサイズの部門というのは、自立型、自分で考えて、行動するロボットでサッカーをしようという競技です。ティーンサイズの部門ですと、2on2、2対2でロボットをフィールドに投入してサッカーを行います。今フィールドの中心にいるロボットが CIT ブレインズの、ティーンサイズロボット、名前をゼガと言います。今正面に立っているのはゼガ2という機体で、私たちはゼガ2という2機体の、ロボットを使って、ティーンサイズの試合を行っています。ではデモを行いますか。今回このロボット今年のモデルで新しくレーザーフィファインダーというのを使っているんですけど、前にこのロボットの前に障害物があるかないかというのを測るセンサーを新しく搭載します。これによってロボットを自動的に動かして、障害物があったらすぐに止まってくれることができるので、はい、ちょっと音が飛んでしまうんですが、このロボットは、人と同じ、機能を有することしか許されていません。なので、目の代わりになるカメラや、音声を発するためのスピーカーといったものは内蔵することができますが、人は赤外線などを照射することはできませんので、そういったセンサー類は一切つけることができません。このサイズになりますとロボットの機体というのはバランスを取らないといけないので、人間の三半規管に代わるジャイロというものを搭載しています。では、サッカーデモの準備をお願いします。準備をしている間、なぜサッカーをするということについて説明したいと思います。ロボット工学、ロボットを作るという、分野ですとなかなか複合的な技術の集合となります。電子回路をやっていたり、コンピュータープログラミングをやっていたりハードウェアをやっていたり、こういった技術を集合して作るのがロボット工学ですから、何か一つ目標を定めて、いろんな研究をバラバラにしている人たちを一つの目標に定めて、どれだけ実力があるのかというのを評価してみようというのが、ヒューマノイドリーグサッカーの、目標ですね。では、サッカーを始めてください。で、先ほど説明した通り、ティーンサイズのこのロボットは、人が持つセンサー類しか持てません。なのでカメラで周囲を把握してフィールド全体を見回して、フィールドに対して自分がどこにいるのか、フィールドのどこにボールがあるのかというのを判断してそこに、ボールに近づいていきます。そこで、去年の一緒大会の時に初めての試みをやってみたんですが、大きいロボットが実際は、それはカメラを見ていただけると、ボールがある方向にカメラの首を回すんですね。わかるでしょうか。左コンとして、そこから小型に、
私たち CIT ブレインズは、ゼガシリーズと呼ばれるゼガ1、ゼガ2というこの機体を使って、試合を行っています。ゼガ2、今動いているロボットは、今年度新しく作られたロボットなので、まだ生まれたてです。生まれたてですが、前任のゼガ1は2009年から、1人で、時には急増で作ったロボットとともに、試合を行っていたので、その時に蓄積したノウハウというのを、ちゃんと適用して新しい機構を取り入れています。どういうものかと言いますと、PCG で作った PD を直接印刷してこの形、この形として印刷するのがフィーターがあります。フィーターが皆さんが使っているのはファミリーの試験のフィーターだと思うんですけど、そうではなくて3次元の機体としてもとに戻って金サイズロボット、身長制限があって、そのために、キッドサイズ、ティーンサイズ、アダルトサイズという区別がされています。ティーンサイズは90センチから120センチ、このゼガ2はだいたい約100センチぐらいですね。重さは12キログラムあります。まだ動かしてまだやる。今先ほどのデモではボールを追いかけてボールを蹴ることが成功していたので、次は黒いボールを敵と見立てて、避けてもらいましょう。主に、私たちのロボットは色を使って、それが何であるかというのを判断しています。ただ私たちは、フィールドの色は何色ですかと聞かれると緑と答えられるのですが、ロボットはそういう曖昧なものは無理です。数値化しないといけません。ただ例えば今日はありませんが、あちらのカーテンが開いてしまって日光が入ってくる、まばらな明かりがある、そういった場合、同じように我々が見えている色でもロボットは同じとは認識することができません。ティーンサイズでいうと顕著なのはボールですね。ボール何色ですかと答える、オレンジ色に見えるか黄色に見えるか、はたまた黒に見えるか、いろんな色が混じり合っているので、このロボットは、色でただそれをボールと認識するのは一苦労です。また色関係ですと、今年からボールの色というのは両方とも黄色ボールですね。去年までは青と黄色、これで、自分のゴール陣がどっちなのかというのを分かっていて、オンゴールを防ぐということができました。今年からは両方とも黄色なので、それに対する新しい技術のアプローチというのも必要になってきています。それでは、一通りやったので、このロボットの新しい新技術について解説したいと思います。このロボット、17関節あります。17関節のサーボモーターは、主に300キロサーボ、100キロサーボ、300キロというのは300キロの力が出るということですね。単純に説明します。それだけパワーがあるモーターを使っているので、この自立ロボットというのはバッテリー、これは容量をどれだけ大きくするか、ただ容量を大きくすればいいというわけではなく、容量を大きくすれば重さが上がる、重さが上がればその分ロボット全体の重量が上がるので制御しにくくなります。先ほどのデモは、まだ生まれたばかりでバッテリーの選定がうまく進んでいないため、安定化電源というコンセントから取ってきた電源を使って動作させていました。このロボット、倒れても起き上がれます。そうですね、世界大会、世界大会の最終決戦などはもう倒れても人は起き上がらせないので、ロボットに起き上がってもらいます。そうしないと、相手が先にゴールしてしまいます。でじゃあこのサイズ倒れてしまったらどうするのかというと、分かりますか。首の部分バネ機構が入っていて、頭からぶつかっても、このカメラを壊さないようになっています。
こういった機構は肩や股なども動作されていて、衝撃をここで吸収しています。この機構をつけることによって、破損せずに倒れても試合が続行することができます。で繰り返して、また、ロボットというのは概ねいろんなセンサーなどを積んだり、そういう各関節からケーブルが伸びています。こういったものを全て制御しているのは、体の中に入っているコンピューター、皆さんがパソコンをお使いですよね。デスクトップパソコンや、ノートパソコン、さらに小さいパソコンがこの中には入っています。ただいま次のロボットの工場に必要です。で、ティーンサイズ CIT ブレインズの最新機種は、内蔵された各種、センサー類や、集中している制御しているコンピューターに対してすぐにアプローチできるようにスロットイン方式というものを取り入れました。これが皆さんが、普段使っているノートパソコンやコンピューター、同じものです。ちょっと小さいだけで、機能は変わりません。でこれを差し込むことによって、素早く機体の不具合を修理して試合に戻すことが可能になりました。先ほど、バッテリーの話をしましたが、このゼガ2の前任であるゼガ1の機体は、バッテリー駆動として、リチウムポリマーを使っていましたが、安全面、この大きさですので不具合や火災が発生したら危ないので、新しいゼガ2に関してはハイブリッドカーで使われるような、ニッケル水素電池を採用しています。今うまく走行できなかったということで、一旦ですね、スタートステージの方で先ほどお見せしたスロットイン式の、コンピューターですが、今までこちらのですね、災害現場を、市販されている、メインのマザーボードと言われる、コンピューターの心臓部ですね。その心臓部は、製品化されているものを買っていますが、その他ロボットと接続するに必要なものを取り付けるための基板ですね。そういった電子回路の基板というのは千葉工業大学の CIT ブレインズオリジナルで作っています。ビリン型のロボットになっておりまして、抜き差しして戻して、そのロボットが衝撃などで接続部分が緩んでしまったらコンピューター落ちてしまうので、その辺についてもちゃんと考えられて作られています。進んでいくということで走っております。で具体的にどのような方法で走っているかといいますと、動物の探索などでですね、左手で壁をちょっと触って動物の中を歩いていくと、迷わずにですね、ある程度動物の中を探検してですね、しかも入り口まで戻ってこられるという、本来ロボットですと、2on2 を行うので、ゴールキーパーと、フォワードを攻めるロボットという役割で、ロボットが構成されていて、ティーンサイズのフィールドですと1対1のロボット、120センチ級のロボット同士のぶつかり合いなどが頻繁に起こります。そういうフィジカル戦、体のぶつかり合いで勝つためにはバランスを取って、自分でオートでバランスを取って倒れないようにする工夫などが必要なので、センサーっていうのは重要なものですね。それを考慮するためのものが超ベーターとして、先ほど起き上がりをすると言いましたが、このサイズで起き上がるとなると、相当な負荷がかかります。人間でもスポーツをしていれば疲れてきますね。ロボットもモーター、関節を動かしている部分は時間が経つと熱を持ち始めます。熱を持つと、疲れた状況と同じで、力が入らなくなります。そうするとロボットはフラフラしたり、脱力した感じで倒れてしまう、そういう現象も起こります。人間と違って、ご飯を食べてしばらく待たないといけないということはなく、バッテリーを交換したり冷却してあげれば、すぐ働けるんですね。現場での方法制度、あるいは実はそうなんですけども、自律の、制御の報酬は手法ですね、そういうさまざまなものを比較できるような今もう一度動かしてもらおうと思っていますが、この二足歩行ロボット、人型という